昨日金沢市は台風11号の接近に伴うフェーン現象の影響で最高気温が 38.5 度となり120年ぶりに観測史上最高を記録しました。今日は日差しや暖かい南寄りの風が弱まり日中の最高気温は金沢市で 27.2 度輪島市で 28.3 度など昨日よりも10度前後下がりました。外出た瞬間に過ごしやすいって第一声がそれでしたね、はい、昨日の感じはどうでしたか。埼玉より暑かったです。涼しいです。今日は涼しいですね、うん、昨日暑かったけど金沢城公園ではススキが穂を出し秋の七草の一つオミナエシも咲いていました。金沢城をじっくり楽しんだ後に職員の方に向かうんで、はい、まあ天候台風とかの影響がなければもっとゆっくりした予定組んでたんですけど、いつも7日の日に毎月歩いてるんですが昨日でなくてよかったな今日でよかったなと思ってます。園内ではもみじの一部も赤く色づき始め、訪れた人たちは秋を感じさせる景色を楽しんでいました。